いだましラジオー、はーい、よろしくお願いします。70、すごい来てるねー。1週間に1本を70、すごいね。7、7、490、え、490日、やば、490日も俺たち生きてんの。まあ、それはそうでしょう。いくつやねん、まず。すごいなぁ。すごいね。確かその、まださ、うん、板橋ハウス始まってさ、たまになんかその、4ヶ月ぐらいの気持ちの時ない？ああ、全然ある。あるよな。マジ全然ある。びっくりするもん。もうだって、住んで2年にもうすぐなるもん。そうそう、それがまず怖い。ああ、ここに住んで。更新の時期ですよ。早いね。早いね。こんな早かった、更新って。はい、まあ言うもんね、やっぱ年取るごとに更新早くなるよって。言った言ったっけ。年取るとね、もうどんどん更新早く感じるから。限定的な。更新早いよ。そんな限定的な言葉あった。でも俺マジで、うん、その、未だに、二人のことを板橋ハウスと認識して、うん、自分が板橋ハウスって思わない時あるし。なんかその、まあ、なんか見てる人たちがこう板橋ハウスっていう認識で、うんうん、誰かにその言われた時に、うん、そのってなる時まだまだある。あ、俺のことか、俺のことか、うん、確かにこの3人がそのくくりっていうのも忘れる時ある。あるなぁ。板橋ハウス、板橋ハウス、何が板橋ハウスって。あとまず何勝手に言ってるだけやけどな。人に呼ばれると違和感あるもん。勝手にこっちが言ってるだけだからマジで思うな。すごい、70はすごいっすね。まあもうすぐね、73回で3人でやれるんで。気持ち悪い。くじり。しれっと戻そうや。80とかで。ちなみになんか最近、あ、ある？出た、忘れてなかったな。忘れてなかったよね、多分ね。ここ最近。ここ最近か。まあまああるはありますよ、絶対に。そんなものは最近、あ、でもマジで、うん、ナウで言ったら、うん、サラダチキン、あ、サラダチキンね。あ、ほんまや、サラダチキンメーカー買いまして。サラダチキンメーカーね。そうそう、めっちゃ簡単にできるんですよね。ああ、もう簡単、ボタン一つで、もう簡単、ボタン一つ、そうそう、お腹すいたなと思ったらもうボタン一個、え、でもそう、ボタン1個で完成するの。もうあのボタン押しちゃえばもう2時間ぐらいかかる。2時間ね。完成するから。やばいね。すごい簡単。竹内今日、その赤く点灯してるサラダチキン作るやつずっと見てたもんな。お腹ペコペコでね。お腹減ったなーって。その間になんか食っちゃって。もうちょっと8分目ぐらいで食っちゃったけど、サラダチキンのこと。途中、一回、多分9か10ぐらいになって、うん、サラダチキンいらんなーって言ってる時あった。一回いらん時あったら、そっから30分ぐらい経てて、減らして、2減らして、その2に詰め込んだ感じやね。2時間長いねー。2時間はちょっとね、長いです。でもあれちょっと、一口食べたけど美味しかった、プリプリ。いやー、もう全然違う、やっぱ。もう、あれ、まあ、マジでみんなは知らないと思うけど、作ったことないから。うん、作ったことないから。サラダチキンじゃないよね、あの。サラダチキンじゃない。想像してる。そうそうそう。プルプル。プルプルだな。プルプル。なんだろうな、でも。ジューシー。なんて言ったらいいんだろう、あれ。わかんないな。一個も加熱してないみたい。確かに。体感。でも、人肌ぐらいあったかいよ。人肌ぐらいあったかい。60度の温度でね、2時間。いやー。じっくりコトコトやってる。まあ、ぜひ皆さんも買ってみてください。買ってみてください。サラダチキンメーカー。限定的な。あるの知らんかったな。ガチャ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 。あ、急にお題ガチャが。お題。あれ、ドーン、うわ、でかっ、うわ、でかっ、今回。ガチでハマったゲーム。なるほどね。竹内なんか、全部ガチでハマってんじゃん。全部そうですね。スマブラもそうだし。確かに。一番は何？マジで人生、竹内の人生一番ハマったゲーム。時間だったらマジでスマブラかなぁ。わー。え、でもそのさ、うん、やっぱ時間じゃなくてその、これもない？のめり込み具合ね。うわ、なんなんだろうな。でも俺さ、そのパーティーゲームだから基本的に。ああ。一人プレイゲームならさ、そういうのもわかるけどさ、パーティーゲームってのめり込むとかじゃないじゃん。スマブラとかさ。はい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 。確かに。マリオパーティー。マリオパーティーとか。のめり込むじゃないのよ、俺。確かに。マルチプレイゲームばっかやってきたから、俺。あんまないんだよな。確かにな。今でこそ、キングダムハーツとかやってるけど。ずっと昔は、一人用ゲームは兄ちゃんがやってるの見てただけだから、俺。ずっと。ああ、で、それで知ってるだけ。やってなかったんや。やってない、マジで。あれは素晴らしき。この素晴らしき、この世界はやったな。ああ。
うん。でも、のめり込む。まあ、でも大好きだけど、のめり込むとかじゃない。でも、その、俺からしたら、うん、マリオパーティーやってる時の竹内、のめり込んでる。まあね。で、その、板橋に一緒に住む前に、うん、その、まだ、一緒住んでない時に、うん、何人かでゲームしたみたいな時に、うん、竹内がマリオパーティーやって、マジで、その、もう、こんぐらいみんなと差つけてあれな、コインな。えぐかったな。そうそう、あれね、ミニゲーム負けなかったら絶対負けないんですよ。そうなのよ。俺あの時、その、この世にこんなマリオパーティー上手いやつおるんって思った。本当に。マジでミニゲーム負けるわけないな。あんまやってない人だったら。確かに。ゲーム。あ、でもパーティーゲームね。そうだ、メイドインワリオとか。ああ、パーティーゲームやね。スターホックスアサルト、カービィのエアライド。ああ、カービィのエアライドおもろいな。まじ、一人用ゲームは、そう、素晴らしきこの世界ぐらいかな。スーパーマリオサンシャイン、ソニックアドベンチャー2バトルね。ソニックアドベンチャー2バトルはでもやっぱ一番ね、名作とされてますよ。どんなゲーム？ソニックアドベンチャー2バトル。まあ、基本的に普通にソニックのゲームなんだけど、うん、早くクリアするみたいな。一番特殊なのがチャオっていう育成ゲームが備わってんだよ。備え付けられてて、はいはいはい、でそのフィールドで拾った動物たちをそのチャオっていう子にわーってあげたらうわーって喜んで能力値が上がってって走るメーターがそのユニコーンとかあげたら走るメーターがゴンって伸びたり、あゴリラあげたらパワーが動物、あげる動物によって、そう、パラメータが変わってくる。パラメータ変わってくる。それで育てたやつで、戦うみたいな。おい。そう、チャオ空手っていうのだったり、チャオレースとかあって、それがすごくいい。チャオが良かったんや。チャオが良かった。ソニックじゃん。全員言ってる。チャオが良かった。あ、チャオが良かった。ソニックアドベンチャー2バトル。もちろんストーリーとかも完璧なの。本当に100点のゲームなんだけど。チャオがやっぱね、特筆してよかった。チャオレースって言って、なんか、その、ね、育ててね、走る。競技なんで基本的に、うん、もうそのちっちゃいその上になったら歩けるんだけど、結構最初の方ね、赤ちゃんだからよちよち歩きなの。そう、10ぐらいチャオが焦られて、はいはいはい、よーいバンってやってくる。かわいいって言われて、あ、なるほどね、一旦かわいいもある。めっちゃかわいい、はいはいはい、え、幼心にして初めて母性をやっぱ植え付けられる。え、いくつぐらいの時？小4とか。早っ。もっとわ、ちっちゃいとか。最速の母性なんじゃない？ほんとそう。あん時初めて。それが母性やったんや。うん。ちっちっちって。その、A ボタンで応援できるんだけど、うん。でんでん太鼓みたいな。でん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 みたいなんで、ちょっとスピード上がる。かわいい。うわ、かわいすぎるなぁ。かわいい。かわいすぎるなぁ。歩く。A ボタンで、その操作とかじゃなくて応援ない。そう、応援。もう操作とかしないよ、もちろん。ああ、ごめんごめん。その赤ちゃんだから。いや、もう、応援。頑張れだから。ああ。お父さん、お母さんがこうやってるのと一緒かもしれない。そうそうそう。もう歩いた時泣いちゃうよ、マジで。ほんと。そう、よちよちから。よちよちから、その、育てて、体力ゲージ上げて、はい、その、走るゲージ上げてったら、急に歩く時がある。チャオが。チャオが。歩いたー歩いた、チャオ。なるほどね。え、チャオ自体、その、チャオが俺もうイメージもできてないんだけど、うん、チャオ自体はその、なんか変わん、見た目は。見た目変わります。成長して。そう。しかもこれがいいのが、はい。チャオはニュートラルチャオで生まれてくるんです、最初。はい。うん。で、そのニュートラルチャオで生まれてきて、そのソニックとか、ヒーロー側のチャオが育てると、ヒーローチャオに進化する。大人になる。え、成人チャオ。ソニック以外が育てることもあるの？ソニック、ヒーローサイドはソニック、テイルズ、ナックルズ。が育てれるんだけど、もうダークサイドはシャドウとルージュとエッグマン。あ、そいつらを使って、チャオを育てることもできる。そう。あ、なるほど、ね。ダークサイドも操作できるから。そしたら？それはダークチャオに進化する。ダークチャオに。そう。ヒーローチャオが誕生したその瞬間に、ヒーローランドみたいなのができるんだよ。はぁ。ヒーローガーデン。はい。そう、ニュートラルガーデンが入って、はいはい、はいはい。ヒーローチャオが出たら、ヒーローガーデン。はいはい、天国みたいな、ガーデンに連れてってもらえる。一番ハマったゲームだ。一番ハマったゲームだ。ソニックアドベンチャー2だね。やっちゃおっかな、もう一回。一番ハマったゲーム。たまんねえな、ここにあんだよ、多分な。あんだ、しかも。うん。ここにあんだよ、実家からね。買ったんかな、これ。東京で買ったんですよ、これ。え、ほんまや。ソニックアドベンチャー2バトル。少し。これちゃう。あー！え、これちゃう？これちゃう。あ、
皆さん、かわいいんですよ。これがチャオですね。これがヒーローチャオね。こんちっち、こっちの子。あ、なるほどね。ほらほら、おすまししてお済まししちゃってこれ。お前もう子供やんの。これダークチャオ、やんちゃね。子供の、あらら。子供のこと喋ってる時やもん。めっちゃ可愛いからね、ほんとに。あと俺、ソニックアドベンチャー2バトル、あ、そう、やったことなかったけど、パッケージめっちゃ見覚えあるな。あ、そう。やっぱ。かっこいい。あとはこれ、ごめんね。ちょっと失礼。これ、俺が、マジ、当時から使ってるメモリーカード。当時から使ってるメモリーカード。うわぁ。ゲームキューブの。これだ、20年はい、すごいか、20年ぐらいかでも。いや、そうやな。20年ぐらいだよ、これ。めちゃくちゃいいな。うん。これは懐かしいゲームキューブの。マジでハマったゲームやん。そうかも。これ1かも、じゃあ。めちゃくちゃ。よかった、子供大事にして。これどんぐらいやってたの？ま、うん。あの、小学生の時から、うん。いや、そうね。2年とか、まあ、ぐらい。いや、まあ、そんなにはやんない。さすがに。クリアできちゃうし。あ、そうか、そうか。うん。ちゃんとした時間、正規の時間で終わらせてるわ。いや、でも、だその時やった以来でしょ？その時やって、まあ、時々やる。マジ。あ、今も。うん。一日でクリアしようがー、つって。あ、でしょ。その、信じられんぐらい、その、うん、その、小学生の頃と思えないぐらい、全部細かく説明できてたから。あ、そうでしょ。あともう一個、バクボンバーマン2ってのがあるんだけど、それもあの、ボンバーマン、あれじゃないのよ。マス目状のボンバーマンじゃなくて、うん、フィールド、3D フィールドの箱庭ゲーなんだけど。わかる？ああ、はいはいはい。敵と戦うやつ。ボム置いたら。ボンバーマンの、普通のボンバーマンじゃなくて、そうそうそう。なるほどね、マリオみたいな感じ。そう、アドベンチャー系のボンバーマン。ボム置いたら、バーンって半円状に爆破して、そこの敵倒すぐらいの、その引きで見てね。一人用プレイゲーム。なんだけど、これがいいのが、ポミュっていう、ペット育てられるんだ。お前全部それやん。お前全部それやん。これが可愛い。違う、あるって多分、ペット育て映画も。なんかのゲームの付属のペット育てを楽しんでるやろ。いや、そう。いや、もう意外とないからね。ああ。これ意外とないんですよ、今のゲーム多分ね。あ、でも確かにね。アドベンチャーゲームで、育てる。育てて、で、分岐進化するとかね。はいはい。その、これもね、チャオも分岐進化するのよ。育て方によって、形が変わるのよ。ヒーロー、ダークじゃなくても変わってくるのよ。まさかユニコーンとかの。そうそう。種が、走りめっちゃ特化したら、めっちゃ速そうな形になるのよ。ああ、それが、いい。それがいい。で、ポミも、ポミも16形態ぐらいに最終的に進化するのよ。ああ、いい。樹形図的な感じで。はいはいはい。あ、じゃあ、ロックマンとかも好きってこと？なんかそのロックマンもその感じない？分ける。いや、ロックマンは本人だからね。あ、なんかその、結婚する？結婚して子供を作る？むちゃくちゃ楽しいんじゃん。もう、1万種類、1万通りぐらい子供はもう。無限だもんな。うん。うわぁ。子供だなぁ。たまんないんじゃん。一番ハマったゲーム。あ、子供になるかもね。怖いかもね。うん。子育てっていうかも。一番ハマったゲーム。あと20年後ぐらいに一番ハマったゲーム聞かれて。うん。俺、チャオって名前つけちゃおうか。ああ。子供に。チャオとポミュ、エミュー、ポミュ。ああ、終わっちゃってるね。いきますね、僕は。由来聞かれた時ビビるやろうな。え、ちょっと待って、14分経ってるじゃん。ええじゃあ、20分。いいです、いいです、いいです。いや、でもその、確か竹内が、うん、嬉しくて喋っちゃってて、うん、俺も竹内、嬉しくて見ちゃってた。その嬉しいやつ、みんなが嬉しい人だからね。ずっと見ちゃってた。うん、いや、よかった。じゃあみんな、ソニックアドベンチャー2。ソニックアドベンチャー2ですね。バトル。で、チャオ。チャオ。育ててください。育ててください。全員で。店やっこしましょう。よろしくお願いします。はい、あ、そんな、店やっことかもね、あるらしいです。また、来週